超激レアと伝説の排出率2倍かどうか確認します。いつもよりガチャやる時間早いんだけど、バーナーをタップ。下にスクロールしていって。ちょっと戻って、うん確かに2倍ですね。急いで引かないとチャンスは逃げるから、貯蔵庫の空きが十分なのは確認済み、空き20残して引いていくぜ。デハ半額の猫缶からいきます。属性効果から考えればジェンヌが欲しいところ。11連して1体も出てこなかったな。やめておくか。頑張れるところまでやらせてください。やっぱりこういうのって成果を持ち帰りたいものなんですよ。デハ猫缶1500個ベッド。さあ出てこい出てこい。畜生、どうなってるんだよ提供割合。ここまで外すやつある意味すげえよ。じゃあ撤退。まだ終わらんよ。漂流機、とかその辺お願いします。そういうのは別のガチャで引けよ。あんまり圧迫すると交換対象だぜ。ウルルン取ってからじゃ遅いんだよ。超激レアなら買いお願いします。チケット分だけだからな。うわぁエステ結構当たったよ。これは、いけるか。狂乱攻略の時に使えそうなんだよなこれ。てろー。下ネタ禁止な。うっぱーい寿司だー。第三形態が楽しみです。今のところ最高の当たりだな。しばらく貯蔵庫に入れておいて、さあラス1だぜ。ジェンヌジェンヌジェンヌ、ジャーヌー。残念カッパーマイン。どうも相性は悪いみたいだから目的終わるまでガチャやめておくんだな。確率の壁をぶち破ったぜー。思いっきり下にな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。